タフツ大学講演、バギナ・モノローグスは、アメリカのイブ・エンスラーによって構成された一連の脚本、およびそれに基づく芝居の表題である。バギナは、女性記、モノローグスは、独白の複数形であり、様々な女性たちが、自らの女性記について語った内容が集められて、構成されている。VM は、200人を超える女性たちへのインタビューに、基づいた作品で、 1996年にニューヨークのオフブロードウェイで上演されて以来世界60カ国で感動を生んでいる。大物女優のグレン・クローズやメリル・ストリープも舞台を飾った。日本では2004年モニーク・ウィルソン演出で初上演された。2005年の再演時にはリン・シャーマン、モニーク・ウィルソン、ジェニー・ジャモラ出演で英語上演、泉花、小野山千鶴。 山本鼓出演で日本語上演が行われた。また2006年、宮本アモ演出、内田春菊、東千鶴、野沢直子主演で上演が行われた。原作のバギナに相当する部分は、東京公演では、おまんこ、大阪公演では、おめことされた。脚本の翻訳表題は、バギナモノローグとなっている。2009年8月、 大橋広恵主催のサインアートプロジェクト。アジアンがプロデュースし、バギナモノローグス、手話朗読公演が、六本木、俳優座劇場で上演。手話としては日本で初とされる。フランスの老舎劇団イベットから、イザベル・ボワズ、日本から押したりアキコ、大橋広恵が手話を担当。西田かな子、足立ゆか、大久保美声が40名以上ものオーディションを勝ち抜いて、朗読を担当。 演出は平松玲子。手話と朗読がコラボレーションして立体的な舞台になったと高い評価を受ける。この作品は V デイという女性への暴力を止めようという世界的な市民運動を巻き起こした。1998年から2月を中心にした時期に世界中でユニオン労働者などの支払い以外全額を地元の女性支援団体に寄付をする場合、また、 出演者や主催者が無報酬で参加する場合などの上演をクリアする場合にバギナモノローグを著作権使用料をイブエンスラーに支払わずに上演できる。この枠組みでの上演として日本では2014年2016年に女優木内緑、作家北原実、女優ともさと衣女優久保マリラが出演しチャリティ上演を行った。 マリクレール2006年7月号アーカイブド2007年10月12日、アットザウェイバックマシンより、http コロンスラッシュスラッシュブログ .e-get.jp スラッシュ vm スラッシュ白水車、ちょっと立ち読み、バギナモノローグ、二頭夢の、バカなふりして、生きるのやめた対談、10代のあなたへ第4回、北原実さん、 日本社会は女性に対する視線が冷たい。意味出す。終営者。2020年5月30日閲覧。ありがとうございます。